任せてくれ。
よし。行くぜ。よし。俺の番だね。せっ、やっ。よし、やろう。皆さん、お疲れ様でした。えいっと。オラオラ邪魔すんじゃねえ。よし、じゃ。私の番ね。はい。はい。はい。そこ。よは。お返しよ。任せてくれ。えいっ。悪いな、先に行かせてもらうよ。やっはっ。えいっはっ。えいっと。やっはっ。行くぜ。行くぞ。行きます。任せろ。世話が焼けるな。それ。よし。えいっと。私の番ね。そこ。はい。は。俺の番だな。行くぞ。私の番ね。よし、やろう。よし。俺の番だな。先に行くわね。Thank you.
行くぞ。はい。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。よっしゃ、分かったわ。まあこんなもんかね。
俺の番だな。邪魔すんじゃねえ。よし、行くぞ。私の番ね。行くぞ。
よし、やあ、さてと任せろ。俺の番だな。俺の番だな。俺の番だな。はっ。世話が焼けるな。はっ。任せてくれ。私の番ですね。さてと行くぞ。俺の番だな。俺の番だな。はっ。おととい来やがれってな。俺の番だな。ゼル、私の番ですね。任せて。俺の番だな。はい、さてと よし、任せろ。はい、やろう。気合を入れろ。任せてくれ。立てて、よし、任せてくれ。ふっ、はっ、100年早いっつう。俺の番だな。はっ。
んかね。せい。さあ、行くぞ。対決する。そうじゃねえか。
ね。行きます。行きます。
マジかよ。すまない、みんな。立て直さないと。この曲は優奈くんの部屋にかかっていた動力ストローの曲。なんだ、故障でもしてんのか。罠かもしれん。念のため慎重に踏み込むぞ。バニーズ、オルランド、まずは3人がかりで突入する。他の3人は後ろからフォローしつつ入ってくる。了解です。アイサ、承知しました。隠れてる気配もないな。逃げられたか。しかしここに来るまでの間は誰ともすれ違わない。逃げられたの。ああ、どうやらそうらしい。この音楽はそっちの装置みたいだな。さすがにうるさいな。停止させられるか。ああ、こいつがスイッチだな。なんだか不気味ですね。そうね、音楽が鳴っていたのも不自然だし。うん、そこはかとなく。とりあえず奥のモニターに映っているのは何だい。図面？これは、これってまさかオルキスタワーの。タワー内部の構成図が記されたデータみたいですけど。どうしてそんなものがこんな場所に。あ、しまった。罠か。ダメです、びくとも開きます。どうやら動力的な機構でロックされたみたいだね。今のは。おい、誰だ。はじめまして、支援課の諸君。予想通り君たちが遊びに来てくれたの。
お近づきの印に置き土産を置いていくから楽しんでくれると嬉しいな。端末から喋ってる。これロバーツ主任から渡された対戦パズルゲーム。3本勝負で2本取ったら君たちを解放してあげるよ。ただし負けちゃった場合は丸焦げになってもらおうかな。何？崖の気配はなかったぞ。あまり時間がない、急がないとし。キッス、ロイド、とにかくやるしかない。わっ、さあ始めるとしようか。まだまだだね。さあ始めるとしようか。ここは勝ちを譲ってあげるよ。よし、ロイド、すごい、やるじゃねえか。手を抜きすぎ。それじゃあ次は本気。いい加減にしてください。やべえぞ。お見事。一応お仲間みたいだし、約束通り出してあげるよ。
それじゃ、またね。開いた！急げ！爆発するぞ！はい！伏せろ！たく、危機一髪だな。死ぬかと思いました。一体何も。よかった、ご無事みたいですね。ティオ、やっぱりティオちゃんだったの。おいおい、一体どうなってんだ。実は今日の午後、クロスベル行きの国際定期船に乗ったんです。いろいろ大変そうだったので、なんとか帰国を早めてもらいました。そうだったのか。まさにドンピシャじゃねえか。じゃあ課長さんから話を聞いて。ここ、ええ、エニグマで連絡したらこちらに向かったと聞いたので、それで空港から直接来ました。本当に助かっちゃったわ。ありがとう、ティオちゃん。いえ、間に合ってよかったです。それにしても厄介な相手だったみたいですね。なんとか割り込みをかけて撃退することができましたが。割り込みって、ああ、それか。ええ、ロイドさんたちが閉じ込められたと分かったので予備回線から介入しました。どうやら相当な腕前のハッカーだったようですね。ああ、そうみたいだな。どうやらとっくに離脱されてしまったようだな。そういえばプラト、一人でジオフロントをここまで追ってきたのか。あ、いいえ、たまたま居合わせたのでここまで同行してもらいました。え？とんだ場面に居合わせたようだな。あんたは？あの時の。いい。取り逃がしたか。どこのネズミかは知らんが、相当抜け目がないようだな。ちょっと待ってくれ。ここにいたハッカーはヘイユーの関係者なのか。いや、縁もゆかりもないものだ。おそらく赤い星座とも関係があるわけではないだろう。何？なんであんたにそんなことがわかるって。英雄へと赤い星座はすでにお互い監視体制に入っている。少なくともそのハッカーとやらはどちらにも属していないはずだ。どうやら通商会議に何か思惑があるもののようだ。オルキスタワーの図面。なるほど、まさに明日の会議の場所だね。会うのはこれが初めてか。クロスベル警察捜査一課、アレックス・ダドリーだ。噂はかねがね、通商会議の警備ではいろいろ苦労しているようだな。どこぞの組織をはじめ怪しげな連中がバックをしているのでな。どうやらこちらの知らない動きにいろいろと通じているようだし、ここは一つ警察までご同行を願って話を聞かせてもらおうか。ダドリーさん。おい、マジかよ。何の容疑でクロスベルの刑事法に抵触した覚えはないのだが。何？任意の事情聴取だ。
後ろめたいことがないならぜひ来ていただこうか。いつの間に。へえ、武術を使ったわけびってやつか。今宵はこれでさらばだ。また近いうちに会えそうな気もするがな。ロイドさん、付近をサーチしますか。いや、その必要はないだろう。とりあえず支援課に戻って話し合う必要がありそうですね。ああ、不本意だが仕方あるまい。むしろその情報を誰かに渡した可能性が高いと思います。誰か、うん、それは誰だい。赤い星座かヘイユエ、または帝国政府か共和国政府、どれもありえそうだけど、より現実味のありそうな連中がいる。帝国と共和国のテロリストたちさ。クローディア殿下とオリバルト王子から聞いた。それぞれの国のトップを狙う2グループのテロリストどもか。確かにビルの構成図があれば資格を狙えるかもしれませんね。もちろん偽装情報の可能性もあるでしょうが、やはり明日オルキスタワーで何かが起きる可能性は高くなったと言えると思います。タワー周辺の警備でもいいので参加させてもらえないでしょうか。なるほどな。ダドリーどうだ。まあいいでしょう。明日の正午ちょうどにオルキスタワー1階に来るがいい。予備の警備要員として通商会議の現場に入れてやる。気前がいいじゃない。勘違いをするな。あくまで予備の要員としてだ。市長暗殺未遂事件でも偶然とはいえ役には立ったし、動力ネットに詳しい人間もいる。慎んで拝命します。しかしやっぱり照れ隠しの一種ではないかと。いつになったら出れてくれるのかね。出れる？ねえねえエリー、出れるって何？ん？キーヤちゃんと話してる時のみんなの態度というか。この調子じゃ近いうちかもしれないね。貴様ら。どうやら明日は
死ぬほど忙しくなりそうだな。おう。やっぱりいくつか新しいのが来ている。どれも結構気には。時間に余裕があれば立ち寄ってみましょう。午前中だったら自由に動けそうだし、車を使えば郊外にも移動できそうですね。車ですか、ちょっと楽しみですね。なんでも ZCF が開発した動力車だとか。ああ、一家の連中も見返せそうな新型だぜ。でもティオ、昨日着いたばかりなのに朝早くから動いても大丈夫か。なんだったら午前中はゆっくりしててくれても。ジロー、すみません、つい。まったく。なんだかイオスケが戻ってきたって感じだな。そうね、やっぱり端末前にはイオちゃんがいる方がしっくりくる感じだし。やっぱり皆さん息とりあえず、これで新生特務支援課のフルメンバーですね。リーダーとして。ああ、とにかくティオ、改めてよろしく頼むよ。それと大変な時にわざわざ戻ってきてくれて。はい、こちらこそ改めてよろしくお願いします。なんだかテンション上がってきちまう。調子が出て何よりだ。まあその元気がありゃ通商会議の空気にも飲まれることはねえだろう。お前たちなりのやり方で警備の役に立ってくるといい。了解です。課長の方はこれから警察本部で待機でしたか。ああ、各方面との接触を押し付けられちまったからな。バックアップには回るが、オイキスタワーの警備には直接参加はしないだろう。ただ何かあったらお前たちにも必ず連絡する。助かります。よろしくお願いします。ああ、それじゃ先に行く。そういえばキーヤは図書館だったか。ええ、朝早くに出かけて行っちゃったわね。昼までには戻るみたいだけど。そっか、なったら大丈夫かな。よし、じゃあ俺たちも出かけると。
始めましょう。大丈夫。今だわ。みんな。上出来さくら。ナイスファイト。よっしゃ、畳みかけるぞ。了解だ。やっ、りゃ。さてと、はい。私の番です。そこです。任せろ。はっ。さてと、やっ。いくぞ。えいっと。私の番です。そこです。任せろ。ふっ。おととい来やがれってな。
とうございます。ありがとう。よし、やっと。その程度じゃ俺たちは止められない。
を選んでください。お安いご用です。はい、到着しました。
ますか？目的地を選んでください。お安いご用です。はい、到着しました。